9より離脱投下します。定期便306号へ突入格マイナス2プラスアルファ 0.3 へ最終調整せよ。306号了解。減速パッドオープン。高度663降下。火星ベースより306号へ赤道面行角600より水星接近。小さいが早いぞ。ドライブコンピューターにデータを送る。水星だって、どこだ。あれだ、来るぞ。どうした、衝突したのか。どうした。シャトル306号、突入角が深すぎる。調整を行え。繰り返し、シャトル306号、調整を行え。おい、どうした。しっかりしろ。何があったって言うんだ。もう少しだったのに。そうか、今日は月曜だっけ。おい、トモル、なんで留守なんだ。コスモロジー第2ゼミ、いい加減出席しないとヤバいぜ。お前レポート半年分も。トモル、俺だ。セカンドはもうあと半年で卒業だろう。月へ来い。俺の仕事を手伝ってくれ。ブライトンリミテッドは今後10年で地球外穀物流通のシェアの 70% を占める超大手に成長する。だから将来の。チャンネル32、朝のトップニュースは天変地異から航空機事故までを予言する予言者クニ・ジェファーソンが先日よりちょっと気になる発言をしております。破壊です。破壊が始まります。黒い破壊が落ちてくるのです。それは迫っています。次の太陽、地球、月が一斉に並ぶ火曜日の午後、それらは天空から落ちてくるのです。実に意味深な発言ですね。果たして何が起こるのか。赤道に浮かぶ人工都市、シティナンバー5。決して楽園ではないが、
俺の町。退屈な町だけど嫌いじゃない。時間通りだ。どこまで通ってんだろう。あの髪型、絶対時代遅れだよな。わざとかな。それにあのでっかいメガネ、せっかくの美人が台無し。あっ！いや別にそんなことないけどさ。いらっしゃいませ、まほろばへようこそ。ご注文をどうぞ。どうだ泊まる。ありがとう。決めたか。いやまだだ。まだだって。ちゃんともうあとワンシーズンしかないんだぜ。まとにかくあとワンシーズン、なんとか頑張ってユニファーのチケットを手に入れなくちゃな。あれがあれば国営民間どこの企業だってフリーパスだ。でもな、俺は卒業なんかはどうでもいいよ。チケットも欲しくない。なんだって。何を言い出すんだよトモル。チケットを手に入れてユニファーの推薦する企業に入って、3年間の実務研修、2年間の統率実習、それでその後どうなる。どうなるって何が不満なんだ。贅沢言うなよ。世の中にはチケットを手に入れたくっても手に入れられない奴らが5万といるんだぜ。そうだ、お前の兄貴月のブライトンリミテッドの食品流通課の主任なんだってな。なあおい、すげえじゃねえか。あそこなら将来性も言うことなしだ。なあもしよかったら兄貴紹介してくれねえかな。ハッスル、叶えられない夢、希望、不可能はない。君の夢をクリエイトするサイコミューワールド社自身の新作ハッスル S 高級タイプ、今君の心にダイレクトリンク。今なら新作ソフトプレゼント中。ニードルバイクで突っ走るのもいいだろう。サイコミュレーターで気晴らしするのも悪くはない。しかし見よう、この輝く経歴を。2080年ステーション L9 の暴動を鎮圧、2120年火星基地の下降線から住民を救出、2262年水星の衝突から木星コロニーを救う、称えられるべき防衛隊エルフィーの活躍。我々は求めている、いかなる苦難も乗り越える若い力を。今こそ科学と強靭な心の融合、リンクマン。砕け巨大な敵を、守れ愛する人を、君の町を、母なる地球を、そして万人のものたるこの太陽系を、銀河をかけるリンクマン。I want you.
エディフィーに入隊するっていうのも悪くないかもな。あ、忘れてた。これこれ。どうだった？彼女なかなかの美人だったな。誰がモデルでもいるのか？いや、そんなのはいないさ。それよりうまくいったさ。彼女を救い出して大感謝されて、そんでもって。な、何？うまくいったって、この野郎どこまで行ったんだ。よせよ、苦しいな。お前はうまくいかなかったのか。プログラムは悪くない。でもな、あれはよせ、あの変な服だ。なんだありゃ、こうなんつうか、長靴に腿の出っ張ったズボンに、あ、そうだ、そのお前の着てるなんとかっつう20世紀のジャンパーだ。お前には変な懐古趣味があるぞ。そいつを社会に出る前に直すんだな。おい、おい、どこへ行くんだよ。これは由緒正しいルフトワッフェの制服だ。20世紀の戦士のコスチュームさ。お前には分からんよ。な、何？パフェだって。おい、待て、止まる。パフェは以下の16種類になっております。止まる。ゼミには出ないのか。おい、月へ来いか。フォレストン局長、例の火星からの。分かっておる、後で聞こう。どうかね、進展具合は。こちらへ。ご覧の通りです。形になってきたな。具体化すればするほど。一体。実に単純な質問だ。聞いてよいかね。これは一体何だ。それは彼に聞いてください。自己紹介してもらわないことには私にも。同じ質問をアイザックにしてもいいかね。どうぞ。アイザック、答えてほしい。これは一体何だ。私もプロフェッサー神崎と同じ意見です。完全にこれが完成し機能してみなくては。機能か。どう思うかね。ただ事じゃありませんな。外宇宙からの正体不明のパルス信号を解析し、それを具体化していくと、あんなものができた。そうではない。彼女の様子だ。変だとは思わんか。あれが何かを知っていて我々に黙っているとでも。あれはとんでもない代物だ。それだけは分かっている。
まあセカンドビギニングの産物である天才少女とスーパーコンピューターに任せてみようではありませんか。完全に完成するまではね。私もあなたと同じです。完全に完成するまでは軽はずみな結論は言うべきではないかと。そうじゃないわ。これは恐ろしいものだわ。完成させてしまって良いものかと。それこそが問題だわ。来たか。もう一度映してくれ。何を見たんだ。影です。大きな影。いたんです。2時間前に火星から届いた映像だ。定期便のシャトルのパイロットが火星軌道上で何かと接触した。一度休養を取らせませんと。今映像が出る。時間がないんだ。やれ。これは誰だ。トモル、逃げるな。トモル、戦え。戦うのだ、トモル。カルピカサリーよりスターダストへ。ダメだ、早くて追いつけ。すでに有視界から消えた。色は白。水星にしては小さすぎる。月軌道に向け正確な飛行を行っている。繰り返す。さすがだ。全てを予見するミーク様も。ここまで来れるとは予知できなかった。しかし、ここまでと。さすがだな。しかし、ここまでだ。オーガ、貴様ともあろうものがこんな。何？まさか。待て！
トモル、受け取ってくれ私の。今のは何だ。地球が見えたと思ったんだが。神崎、これを。これは最後のデータ。おそらくおびただしい量のパルス信号です。しかもかなり近距離からの送信です。近距離？およそ40万キロ。40万キロって月の公転軌道上？脱走者オーガンは第三惑星の衛星で消滅したとの報告が入りました。無駄死にか。裏切り者の末路にはふさわしい。メイク様は、オーガンはまだ死んではおらぬと。太陽系第三惑星エイドを派遣せよ。我がエデフィが初めてこの信号をキャッチしたのは1年前のことである。冥王星軌道を離れ超新星マックスベアへの調査に赴いた無人の探査機エヴァ20が白鳥座方向より太陽系に向け送信されたと思われるパルス信号をキャッチ、それを地球へと中継してきたのが始まりだった。以後1年、正確には368日と16時間に及ぶ。この信号は送信が続けられ本日午前4時22分をもって終了した。終了だって？この発信源不明の信号を究明するため我がエデフィ情報部は8ヶ月前より専属の救命班を組み、これに対処してきた。いたまえ。これは間もなく完成する。送られてきたデータはスーパーコンピューターアイザックとプロフェッサー神崎によって分析解読され、その全ては空間における座標、つまり形を示すものであることが判明した。アイザックとリンクされた万能工作機ビルベルビントが3267時間動き続けた結果がこれだ。単純な質問をしてよろしいですか？それは一体何なんですか？それはもうすぐ分かります。地球圏エリア3326、流星だ。小さい。大気圏に突入するぞ。高度220あたりで消滅すると思われる。レーダーサイトアルファ2確認した。高度230依然降下してくるぞ。おかしいぞ。来る。超地平線レーダーにキャッチした。
来るぞ。高度198、190、181、コースを変えた。銃声じゃない。緊急第二事態、緊急第二事態、コンディションオレンジ発令。繰り返す。コンディションオレンジ、コンディションオレンジ、コンディションオレンジ。スクランブル要員は直ちに出動。高度170をエリア32へ降下中の未確認物体に接触せよ。隊長、隊長、スクランブルです。コンディションオレンジ。隊長、おかしいな、どこ行ったのかな。まさかこんなところにいるわけや。地上に、いや、海に落下しちまうぞ。フォレスト局長、こちら洋上第7ベース。太平洋上を降下してくる未確認物体をサーチ。現在バードマン中隊がスクランブル。まもなく正体を確認できると思われます。なお未確認物体の降下目標地点が判明。このままですとシティナンバーファイブに到達します。何隊長、11時の歩行、行角4。見えた。あれはただの隕石だ。海に突っ込むぞ。バカ野郎。スピードレコーダーを見ろ。隕石が減速するか。ただごとじゃねえ。第2脱炎プラント近くに隕石が落下。激しい高熱のため海水の蒸発等は続いておりますが、直接的な影響は現在のところ考えられません。しかし今後の進行方向による情報には十分ご注意くださいますようお願いいたします。なんだ、あれは。なんだ、どうした。見てください、隕石が落下した模様です。ですが、何なんだこりゃ。やりやがった。なんて破壊力だ。街に向かってるぞ。局長、洋上のバードマン中隊からの映像です。これは。情報局、見えるか。やばいぜ。こいつは間違いなく敵だ。敵。光線認可、フォーメーション A。 地面誘導弾発射。奴の進路に打ち込め。町に入れるな。バードマンが追いつけないなんて。あ、しまった。俺としたことが。してきます。対象は不明ですが、謎のセンサーを使用。何かを探しているようです。探す。上で映像をモニターしてるぞ。大変だ。
たぞ。あそこだ。やろう、くらえ。中心部は立ち入り禁止だ。誰が決めたんだ。おい、どうした、どうした。おい、しっかりしろ。おい、トモル、誰だ、誰なんだ。言うだけで十分だろう。あとは本人に聞いてみるんだな。各員密集体験、きれいに布陣しろ。うわーて、手応えはあった。次に現れた時は奴の最後だ。チックシオメ、あそこだ。なんなんだ、バカな。なんてやつだ。ちょっと待ってください、プロフェッサー神崎。町には退去命令が。どう、追跡できる？わかりません。各関節が特殊な駆動音を発していますが、200メートルほどの至近距離から出ないと探知は難しいでしょう。神崎です。報告です。オフィス街16区画で鎧のようなものが歩いてるのを見たとの通報が。分かったわ。一体どうしちまったんだ。パスフルの後遺症か。シティナンバー5に侵入した外敵は現在中央公園からさらに西の行政区画へと向かっています。これは、ご覧ください、報道局の捉えた映像です。見ている、夢の中のやつに。どうやら侵入者はエディフィー情報局のある第一区画へと進行中の模様。第一区画お？どうなってるんだ。
あいつは確かに夢の中に出てきたやつだ。間違いない。大丈夫？すげえ、ジャガー E タイプ1962年製だ。レプリカよ。それより大丈夫なの？ああ。どうしたの？いえ、別に。絶対に中に入れるな。何としても食い止めるんだ。やったか。何？何者だ？目的は何だ？何だ？本当なんだ。奴は夢に出てきた怪物と同じ姿をしているんだ。どういうことかしら。プロフェッサー神崎、外敵の侵入により地下プラントは破壊されました。敵の目的は依然不明のままです。地下プラント。あの、聞いていいですか？あなたエディフィの人？名前は？あ、僕はトモル、進藤トモル。エディフィビルに行きたいの。ダメです。第一区画は全面立ち入り禁止です。エディフィの方であってもお通しするわけには。あれだ、屋上ならエディフィビルが見える。ここもダメだ。行こう。もう少しだ。おかしいぞ。全て夢の通りだ。すげえ。一体どうなってるの？燃えている。なぜこんなことに。こっちだ。これ以上勝手はさせねえぞ。完全に閉じ込められちまった。このままじゃ二人とも。
うわあ！くそ！無力だ。なぜ俺はこんなに無力なんだ。力が欲しい。せめてこの人を守れるだけの力があれば。友、待ったぞ。この時を。戦い？何の？誰のための戦いだ？探してた。誰を？俺をか？うわあ！なんだ？あれは？オーガン、それがお前の、いや、俺の中。に構ってる暇はない。プロフェッサー神崎、やつに何をした？何もしていません。本当に私にもわからないんです。町がミュージアムだ。負けられないんだ。
前たちが来るところじゃない。出て行け。彼の名はオーガン。2億6000万光年の彼方からやってきた。目的は何？地球には彼の求めているものがあるんだ。奴らは何者だ？彼らの名はイバリューダー。敵だ。何？敵？あとは全てが分かったと思ったのに、夢から覚めた時のように、あとは思い出せない。何か強力なイメージを覚えている。恐ろしく強大な何かを。その地に何があるというのだ。破壊はこれで終わりではありません。新たなる破壊が破壊を連れてやってくるでしょう。空から。ラララララ。